長期分散投資の初心者向けの、ご相談でですね、おすすめのネット証券を教えてくださいということですね、まず一つ、あとですね、節約して投資するにはと、まあ初心者向けのアドバイスということなんですけども、まあ、節約はまずとにかく固定費を見直すこと、家賃、保険、あと、まあそんなに大きくないですけども、結構差が出てくるのは通信費ということですね。でおすすめネット証券はまあ楽天証券ですね。楽天カード持っている場合はもう楽天証券一択だと思います。ポイントの関係でかなり、有利なのと、あとマネーブリッジっていったのを使えて楽天口座からですね、自動的に投資に回せる、まあ、だから、僕がおすすめしているような SP500 インデックス投資とかですね、全世界株式の投資とかに向いてますよね。月3万円ずつとか、毎月自動的に、投資に回せるってことです。フィリピンの方ですね、移住されてる方、移住を